ほう、中日、いいところなし、プロ野球。さ、プロ、本当にプロ野球？プロはま交流戦。アンチか？昨日の1勝で今週のノルマは達成しとるんやが、いいところも触れろや、昨日勝ってたしプロ相手に堂々渡り合ってる。プロという風潮。中日はプロ野球だ、誰が何と言おうとプロ野球なんだ。ドラゴンズってのは季語不流なんだろうな。無記事有率俳句。今日も完封負け？うんち止まんないよ。人々を笑顔にさせるエンターテイナーの集団だぞ。僅差で勝って大差で負ける王者の野球やぞ。ドベゴンズ定期、一歩進んで二歩下がり続けてるな。中日が弱いと満たされる、ヤクルトとか楽天が弱くても思んないわ。気がつくと失点が増えている現象。これクソゲリズンゴラドやろ。ひっそりノイジーに打たれてるのが笑うわ。相手はセリーグのオールスターが集まっとる化け物軍団やぞ。初回の2点で体勢は決まってたしな。あとはおまけよ。今日も細川が打てないから完封負けか。細川が打たないとほぼ完封負けするよなこのチーム。今夜の負けは開始30分で確定してたしな。何点取られようが1敗は1敗。漏らすときは盛大に漏らそうや。赤味噌さんだけが心の支え。